みなさんこんにちは、小森純です。今井亮です。映ってたな、2人合わせて今池です。ということで今日はなんだかすごい車に乗って2人でデートに行ってきました。はい、というかデートしてます。年末や年始の初売りセール行ってきましたが、どうでしたか？いや、いっぱい買ったよね。買った商品は、ユニクロのパジャマ、はい、明日の朝食用のパン、はい、スターバックス、はい、マジでそれだけじゃね？そうだ、それだけです。はい、そしてですね、すっごい疲れる、このすごい疲れる車をなんとうちの旦那様が購入いたしました。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。すごいね、マジでもうどんな金持ち見てるじゃん。大丈夫かよ。金はないかしんないけど、金がないのにフェラーリを買いましたね。おめでとうございます。拍手、パチ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 。フェラーリに身の丈に全く合っていない私たちご夫婦が乗っていて、いろんな方にジロ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 見られて、すごい気まずい思いをしながら、年明け早々ドライブをしております。音すごいでしょ、きっと手ぶれもすごいし、ガタ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 すごいんですよ。とにかくすごい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 、疲れた。しかし良かったですね。男のロマンらしい。ロマンですか？そうだね。夢ですか？子供が喜ぶからね。子供が喜ぶからで、買う車じゃない、買える車じゃないから、そもそも。まあ、ということで、いつの間にか頑張って働いてくれてました、うちの旦那さん。私が知らない間に。そして私がお前なんていらねえとか、お前となんか離婚してやるとか、例えば、まあ、さっきも話しましたけど、駐車場とか置いて場所がわからないと怒られるっていう、はい、なんで場所覚えとかねえんだよ、はいはいはい、もうね、だから駐車場ついたら取る癖がついちゃったね。どこに止めたかねっていうので、もうかれこれもう12年です、付き合って。12年と付き合ったね、付き合ってからね。その結婚してからじゃなくてね、うん、でも そもそも会ってからといったら20ではいかないか。出会って知らない。15年以上いろんなことがあったね。ね、いろんなことがあったね。あ、そうそう、ってことで12年前はね、こういう車に乗って、こんな風に2人の子供を授かって、まあ、セールに行っても買うものはねえなぁなんて話しながら、サブウェイ2人で食べて、やっぱサブウェイはうめえわっつって今日の、ね、うん、そう、昔、そう、そう、子供生まれる前は私たちサブウェイ好きで、サンドイッチね、私はもうその頃から決まって BLT のトマト抜きのレタス多め、ぶれないからね。ぶれない。12年前から全く同じ頼み方をしてたでしょ、あんたは。そうで、これもカフェモカね、カフェモカもずっとそう。こんな風に夫婦揃ってお出かけできるのも、まあジジババがね近くにいてくれたからっていうおかげもあるし、これからも今年もねよろしくお願いします。何ですかこれ、すんごいうるさい、すんごいうるさい、ほんとちょっと踏んだだけで、だって今何キロ、30キロとかだよね。30キロであのうるささ、30キロで体感120キロ。それが言い過ぎだろ。まあでもやっぱすごい車だよね。私には全然理解できないけど、スーパーカーが好きな人ってめちゃくちゃいるでしょ。男性ももちろん女性でもなって思う。こういうものを手にするために努力して、これに夢があるわけでしょ。私には全く理解できないし、今後も多分ずっと理解はできないけど、まあ実際乗ってみてこ
お感想を言わせていただくと、まずうるさい。そうだね、うん、でガタガタするからケツが痛い、うん、でなんかドリンクフォルダーもない、うん、一応あるんだよ言うたらね。まあでもない、はい、つけてなかった。なんか、うん、トータルすると、あ、私的には魅力がない2人しかもないしね、うん、実用性もない。まあただ、あともう一個気になるのは、なんでこれ黙って買っちゃったっていうところなんだけど、何言わずに買っちゃうのかな。こういうのってさ普通なのかな。いや私普通じゃないと思うんだよな。こういうのって言わないで買うもんな、夫婦って。サプライズ的な。いやサプライズだよなんてなかったじゃん。普通にある時突然来たみたいなさ。え、で今までもそうだったけど、そこのスタンスは変えるつもりはもうないんだろうね、君に。君は別に、でも反対されると思って言わないとかでもないんだ。なんで言わないの。言う必要性もないから。言う必要性しかないでしょ。だとこれ見てる人本当みんな思ってると思うよ。あ、なんとなく亮さん見えてきたみたいなあ、わっきわかんない系男子じゃんみたいな感じに思ってる人が多いと思う。で子供とは話してるの。子供と話すんじゃなくて嫁と話すことでしょ子供と話すってどういうこと。だってお前子供って7歳児5歳児でしょ。おかしいでしょ。なんて言ったのじゃあ息子たちは。やったやったっていう子供も子供だしさ。まあでもこういう感じでこの人はずっと変わんないと思う。変わってとももう思わない。ママも本当に警察署へ日焼け。もうちょっと前行ってくんない。あの日焼けするありがとうございます。あんな感じで寮もわがままだからさ。だから止めてもさ、え、ってかさ布団洗いに行きたくない。布団洗いに行きたい。ほら布団を洗って寝たろう。よくない。よくない。全部持ってきたくない。僕の場所持ってこない。なんでファミリーカーに乗り換えて。さあ皆様、2022年度、え、いいの、うん、2022年も私たち2022年も私たち今井家をどうぞ温かい目で見守っていてください。それでは皆さんチャンネル登録よろしくねチャンネル登録よろしくね。